私はミカ、27歳。この子は親友のパニコ。今日はパニコと一緒に休日ランチを楽しんでいます。はあ、パスタ美味しかった。美味しかったね。次は何食べる？ああ、デザートね。どうしよっかな。え、もうデザート行く？違う種類のパスタ食べないの？え、まだ食べんの？ミカってほんと食べるよね。じゃあ次はこのパスタにしよっと。もはや大食い出れるレベルだね。いいの、これはね、今日の夜の分なの。夜ご飯。そんでもって、その次はこれ食べる。これは明日の朝の朝食の分。なんかもう突き抜けててすごいわ。そう、パニコの言う通り、私のスタイルは昔からぽっちゃりを超えてしまっているほど。ダイエットしようかな、でも甘いものやめられないしな、なんてずるずるとそのままの体重を維持したまま今に至っています。そんなある日のこと、高校時代私とパニコと同じグループだったユキから LINE がありました。ミカ、久しぶり、元気してる？あ、ユキ、久しぶりだね。元気だった？うん、実はさ、お願いがあるんだ。ん？どうしたの？私、会社の先輩と結婚することになったの。え？そうなんだ。おめでとう。でさ、結婚式に出席してほしいんだけど、出席してくれるよね？うん、もちろんだよ。本当に？ありがとう。じゃあ招待状送るから。うん、わかった。私だけ大学以降地元にいなかったので、ユキとは今は疎遠だけど、学生時代は仲良しでした。ついでに実家に帰省しようかと思ったので、私はすぐにユキの結婚式への出席を決めました。数日後、招待状が届き、ユキの婚約者の名前を見てびっくり。世間は狭いなぁなんて思いつつ、私は期限内にちゃんと返信はがきも出席で出しました。それから結婚式もあと1ヶ月半という時、再びユキから連絡が。ミカ、言い忘れてたんだけど。どうしたの？あのね、高校時代のグループの子、みんな都合で来れないみたいなんだよね。だから一人になるけど、ミカなら大丈夫だよね。え？みんな来れないの？高校時代の友人、私だけ？みんな忙しいみたい。そうなんだ。まあでも実家に帰省することにしたし、大丈夫だよ。ありがとう。あと人数の関係で、20代独身女性が少ないから手間で悪いけど、振り袖で来てくれる？振り袖ね、わかった。翌日、ちょうどまたパニコとランチの予定があったので、私は一応念のためにパニコにも聞いてみました。パニコも私とユキと同じ高校に通っていましたから、パニコは出席しないのかどうか確認しておきたかったのです。ねえパニコ、パニコはユキの結婚式行かないの？え、逆にミカは行くの？私は声かかったけど断ったんだよ。そうなの？でも私は行く予定だよ。マジで？そうなんだ。どうして？それに私一人なの。なんだかみんな来れないらしくて。まあそりゃそうだろうね。よし、私も行こうかな。ミカだけだと心配だし。結婚式くらい一人で出席できるよ。いやいや、行くわ。ミカの保護者代わりってとこかな。え？体格と風貌的には私が保護者だけどね。そうそう、私は子供っぽいから。っておい、冗談だって。でも本当に大丈夫だよ。いくら親友だからってそこまで心配しなくても。違うよ、そういう意味じゃなくって、いろいろあるんだってば。まあとりあえず私が直接ユキに連絡してみるわ。うん、わかった。そして結婚式当日、私は朝早くから美容院で着付けてもらい、式場に向かいました。パニコの姿はまだなかったので、私は先に受付を済ませておくことにしました。ってあれ、私の名前がない？受付名簿に私の名前がありませんでした。式場のスタッフさんが新婦の親族に確認に行くと、奥からユキのお母さんがやってきました。
そして私に、わざわざ来てくれたのにごめんなさいと平謝り。ユキのお母さんとは高校時代お互いの家に遊びに行ったりして顔見知りでした。結局席を急遽作ってもらうことになったのですが、ユキのお母さんからその間にユキに会ってやってと言われたので、私は控え室に挨拶に行きました。するとユキは私の姿を見てケラケラと笑い出したのです。はぁ、うっそ、マジで来やがった。何、あんた何しに来たの？それにその格好何？雪だるまの真似？っていうか、よく着れる振り袖あったね。まるでだるまじゃん。おかしい。おい、だるま、ちょっと転がってみろよ。私は言い返すこともできませんでした。太っていることを指摘されて悔しかったのはもちろんですが、ひどい言葉を投げかけられ、友人に裏切られたショックが大きすぎて、言葉を発することさえできなかったんです。地獄の底に突き落とされたような衝撃で固まっている私。すると突然控え室のドアがバーンと開いて、ユキのお母さんが入ってきました。そしてつかつかとユキに近づいたかと思うと、思いっきり手を振り上げてユキに平手打ちしたのです。パッチーンと音が響いたと思ったら、ユキが怒鳴り始めました。何すんのよこのクズ親、痛いじゃないの。あのね、こんなだるま、本当に心から来てほしくて呼んだと思う？なわけないじゃないの。みっともない体しちゃってさ、わざわざ振り袖で来させて恥をかかすつもりだったのに、あんたのおかげでお楽しみが台無しだわ。私はもう涙が溢れそうでした。ひどい、ひどすぎる。そう思って控え室を出て帰ろうと後ろを振り返ると、そこにはパニコと新郎のマサトさんが立っていました。ユキ、お前、ミカにそんなひどいこと。マサト、ちょっと、なんでこんなところにいるのよ。あのね、これはその、違うのよ。てか、なんでマサトがミカのこと。ユキはなんとか弁解しようとしていると、そこでパニコが口を開きました。ああ、ユキってば、せっかく今までその性格の悪さを隠し通してきたのにね。まさかこんなタイミングで披露することになるとはね。パニコ、あんた。あら、私のせいにしないでよ。それだけ大声で怒鳴れば、隣の控え室まで丸聞こえだから。隣の控え室って、あんたがどうしてマサトの控え室に？あれ？知らなかったの？私とミカとマサトさんって、昔からの幼なじみなのよ。え？三人が幼なじみ？ユキは驚いていて思考停止状態。パニコが私に目配せをしてくれたので、私はユキに仕返しをしてやることにしたんです。パニコの言う通り、子供の頃私とマサトさんとパニコの3人でよく遊んでたの。偶然私たちの親が同級生でね。子供も近い年齢なんてすごいねって、親たち仲が良かったの。そんなの聞いてない。だって2個上の先輩だよ。家もみんなお隣同士。うちを真ん中にして、右がパニコの家、左がマサトさんの家よ。まさかユキの結婚相手がマサトさんだったなんてね。世間は狭いわね。そんな、みんなそんなこと言ってなかったじゃん。そりゃあんたみたいな人の彼氏を奪い取るようなクズにプライベートの話をするわけないでしょ。高校時代の友達が私とミカ以外全員欠席って時点で気づかなかったの？友達利用して男あさりしまくってるからじゃん。ユキは美人でスタイル抜群だけど、そんだけ周りにひどいことすればみんなあんたと関わりたくなくなるわよ。そんな。そうだったのか。それでユキの欠席者が多いわけだ。マサトさんは今までユキの本性を知らなかったようで、驚いていたのと同時に怒りで震えていました。そんな事情があるとはな。ユキ、今回の結婚は考えさせてくれ。ちょっと待ってよ。婚約者の私よりもこいつらのことを信じるわけ？その口ぶり、本性を隠していたことは本当なんだな。幻滅したよ、結婚はなしだ。そんな、私に恥をかかせる気？恥をかかせる？
騙されていた俺の方がずっと恥ずかしいよ。ずっと俺を騙して生活するつもりだったんだな。ほんと性格悪いな、お前。ちょっと待って。もうお前の顔も見たくないよ。今回の結婚はなしということで、両親と話を進めてくるから。ちょっと待ってよ。ねえってば。その後、私とパニコは二人が揉めているのを尻目に、すがすがしい気持ちで帰りました。数日後、ユキのお母さんが交通費と着付け代とレンタル代を同封して謝罪の手紙をくれました。その時聞いた話によると、結婚は完全に破談。ユキのお母さんは激怒していて、ユキを家から追い出して縁を切ったということです。ああ、この前はほんとすっきりしたね。パニコのおかげで一泡吹かせてやれたよ。まあ自業自得だけどね。てか今日パニコ食べっぷりがいいね。一緒にデブ活しちゃう？いや、それは遠慮しとく。これ以上顔がまん丸になったらこけしみたいになっちゃうから。こけし可愛くていいじゃない。それは私をけなしてるのかな、それともいつもの天然ぶりが炸裂してるのかな。えへへ、こけしパニコいいね。うん、話聞いてないね。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。